マーティン・ウィットマーシュ、マーティン・ウィットマーシュイギリス出身のモータースポーツ、関係者。F1 チームマクラーレンの元チーム代表。また、フォーミュラワン・チームズ・アソシエーションの2代目代表を、務めた。1980年に、機械工学専攻した大学を卒業し、構造的な分析技術者として、ブリティッシュエアロスペースのハンブルライス施設にて、働き始めた。 その後、ウィットマーシュは複合構造研究開発の役割に昇進して BAE のウェーブリッジ施設に転勤になった。1988年に彼はマニファクチャリングディレクターとしてホークとハリアージャンプジェット機体の生産を担当していた。1989年にオペレーション部長としてマクラーレンへ転職し BAE を退社した。 1997年に、ウィットマーシュは、マネージングディレクターとして昇進し、F1 のオペレーション、パートナー及びスポンサーを管理する役割だった。2004年4月に、F1 チームのマクラーレンの CEO に任命され、2005年には、マクラーレングループの COO に任命された。2009年に、チーム代表のザシリゾクロンデニスの公認として、 3月1日より、マクラーレンのチーム代表に昇格した。2008年に設立された、ホーッタでは、スポーティングレギュレーションワーキンググループの責任者を、務め、2009年末に、初代ホーッタ代表オルカディモンテゼーモロが退任した後、2010年より、ホーッタ代表に就任した。2012年には市販車部門を含む、マクラーレングループ全体の CEO の座を、 ロンデニスから引き継ぎ、名実ともにマクラーレングループのトップとなったが、2013年シーズンの F1 における大不信などの責任を取らされる形で2014年1月に CEO を辞任。その後マクラーレンの公式サイトから名前が消えるものの挙手が明らかでない状態が続いたが、同年8月に正式にマクラーレンから離脱したことが公表された。 2015年3月には、アメリカスカップ参戦を目指すベン・インズリー・レーシングの CEO に就任。同チームには、エイドリアン・ニューウェイが参加することが決まっており、F1 回から2人目の加入となった。マーチン・ウィテマーシュ・バイオグラフィー、ボーダフォン・マクラレン・メルセデス・ザ・オフィシャル、ウェブサイト・ハット・ピープル、マーティン・ウィテマーシュ、坊っタ新会長に、ウィット・マーシュ、副会長は、ドメニカリに、 オートスポーツ。2013年2月9日閲覧。ロンデニスが、マクラーレン F1 部門のボスに吹き、オートスポーツ2014年1月17日、ウィットマーシュが正式に、マクラーレンを離脱。オートスポーツ2014年8月27日、ウィットマーシュが、ベイン・エインズリー・レーシング加入 ESPNF1.2015 年3月12日。ありがとうございます。